はいどうもキモゲーミングです。いや今の場面実はですね回想だったんですよ。前回の動画で時計台のところに行きたいって僕言ってたと思うんですけど、実際に行けたんですけど、なんとねあの後下に降りたら誰かに発砲されてね殺されてしまったんでダメだったんですよ。なんで今回はね新しいキャラクターで始めたんで、でまた同じとこまで来たんでね、こっから実際にこの時計台のとこまで向かっていく動画を撮っていきたいと思います。いやでもだいぶ慣れてきましたねこのデイジーも。今まだ T シャツしか持ってないんで、やっと白衣を手に入れることができましたね。まあ、デイジー基本長袖じゃないとすぐ風邪ひいちゃうんで、もうすでに風邪ひいてるんですよね。今回は多分風邪を治すことに徹する動画になってくると思うんですよね。で皆さんもご存知かわからないですけど、デイジーでは病気になると画面の一番右下の左側のところに病原菌のマークが出てくるんですね。でこれは風邪の可能性もあるんですけども、他にもいろいろ可能性があるんですよ。調べてみたらですね、他にもいろんな病気があるみたいなんですね、デイジーでは。でどういった病気があるかっていうと、まずは単純に風邪をひくっていうことですね。でこの風邪は薄着で外を歩いてたりとか、あとは雨に打たれたり水の中に入ることによって風邪をひくんですね。まあ当たり前ですけど、普通に皆さんも多分風邪ひくと思うんですよ、そうやって。で次はコレラにかかることがあるんですね。でこれは汚い水を飲んだりすることによってかかるんですね。でそれからサルモネラ、これは生物を食べるとかかりますね。なんで火を通さないで生の肉とかを食べるとなるんですね。コレラにかかってしまった場合は、ちょっと日本語の名前はわからないんですけども、テトラサイクリンっていう薬を使うんですね、コレラの場合は。サルモネラにかかった場合はチャルコアルっていう薬を使います。この2つは覚えておいた方がいいですね、デイジーでは。こういった症状にかかった時はこの薬を処方しないと大変なことになってしまいます。であとは単純に風邪ひいた場合はビタミンを取ると完治するのが早くなります。まあ、基本的には濡れた衣服などは脱いで暖を取って、そこで体を温めることによって風邪は治るみたいなんですけども、今回はそういった処置をしていかないといけないんですね。なんで後で病院の方に薬を取りに行きたいと思っています。その前に今体を温めようと一生懸命木材を割ってます。ただねこうやって吐いちゃうんですよ、食べてもねすぐ吐いちゃうん でそういう場合は食べ物を少量ずつ食べて、あと飲み物を少量ずつ飲むっていう形にすれば吐かずに栄養を補給することができます。まあ今この状態かなりやばいですね。ただ今そのバッテンの上の方にマークがついてるんで、これは治っていってるっていう印なんですね。これが下に下がるとライフが下がっていってるっていう状態ですね。で衣服も脱いで置いておくと勝手に乾くんですね。まあただ少し時間はかかりますけど、デイジーはこういうサバイバル要素がかなり細かくできてますね。サバイバルシュミレーターみたいな感じですね。こうして今廃墟に立てこもって安静にしてるんですけど、いつ敵が出てくるか分かんないんで、これもね常にね銃を構えて待ってる状態ですね今。いつ敵がやってきてもいいように。いやほんとこれしないと、日本のサーバーは分からないですけども、海外のサーバーでデイジーやってるとめちゃめちゃ死にます、殺されます。とにかく最初フレンドリーに接してくる人でも後から急に裏切って殺してくる場合があるんですね。でこれが一番厄介ですね。共に旅をしてた仲間が急に実は仲間じゃなくて隙を見計らってアイテムを横取りしようとする敵だったっていうのに気づいた時のショック感ですね、これは半端じゃないですね。で、まあ、そういうところもね結構このゲームでは面白いところだなって思いますね。その人間とのやり取りですね、決して信用はしない方がいいですね。一緒に助け合うこともするんですけど、サバイバルのためにね、生き抜くために一緒に助け合ったりもするんですけど、根っこの部分では絶対に知らない人を信用しないっていうのがデイジーでの生き方ですね。でまあ今衣服が乾いたんでライフもね回復したところで木を切って暖を取っていきたいと思います。で不幸中の幸い、僕はほとんど全て必要なアイテムを持ってるんで一応暖を作ることはできるんですけど、これがねない場合はかなりきついですね。でこの辺に暖を取っていきたいと思います。ここ横にね水飲み場があるんで、ここだと飲んだ水をすぐ回収できるんで、ここで暖を取っていきたいと思います。で野外炉の近くにいると体温が上がってくるんで、こういうので風邪を治すことができるんですね。まあ、基本的には薬が一番いいんですけど、薬があればねビタミンなんかを摂取して治すことができます。
とりあえず人肉も手に入れたんで、これをと炙って食料に変えていきたいと思います。でこういう生の肉をね食べるとサルモネラにかかります。焼いてる時もね、気を抜かない方がいいです。いつどこから敵がやってきて全てを横取りされるかわからないんで、そこの辺はね慎重にやっていきたいと思います。いやでもこの場所いいですね。この木がね後ろにあるんで誰も後ろからは来れないんですよ。うまい具合に倒れてくれましたねここは。ただ壁は登ってこれるんで、横の壁からね急に登ってきて殺されるっていうパターンもないとは言えないんで、その辺も注意してやっていきたいと思います。次は病院ですね。この後病院目指して薬を手に入れたいと思います。で火も消えたんで早速病院の方に向かっていきたいと思います。で病院の場所どこかっていうと、前回のね動画見てくれた人だったらわかると思うんですけど、アイズルバイブっていうデイジー専用のアプリがあるんで、そこでねこの H って書いてるところが病院なんですね。多分ホスピタルの H だと思うんですけど、でそこに向かっていきたいと思います。テントを発見しました。ただ重たいテントですね。これは寝る用のテントっていうよりはなんか出店とかに使うようなでかいテントですね多分。このテントは時計台の方に持っていきたいと思います。でこの時計台をね拠点にしてしばらくアイテム集めに徹したいんですね。この辺がいいかな、雨宿りできるような感じでここに置いていきたいと思います。うわ派手だなこれ、目立つな。まあこんな感じですね。こんな感じにしといて、見てくださいこの眺めのいい時計台で、これもね後で編集の時に写真の載せときますけど、調べたら実際にある場所なんですね。まあ、この時計台はちょっと見つけられなかったんですけど、地名がねロシアで実在する地名なんで、気になった方は Google マップなんかで探してみてください。それでは早速病院の方に今度は向かっていきたいと思います。さっき雨宿りしてて、それを終えた後に異変に気づいたんですね。聞こえますかね、このキャラクター。ちょっとよく聞いてみてください。ほら笑ってるんですよ。なんかやたら気持ち悪いんですよね。でこれどういうことかなと思って調べてみたんですよ。これクルっていう病気らしいんですよ。デイジー内で存在する病名らしいんですけど、もしくはギグルスっていう名前の病気らしいんですよ。でこれはどういう病気かっていうと、不治の神経変性疾患らしいんですよ。やばくないですか。でこれどうしてこの病気になるっていうと、これ生存者の死体から調理済みの人間のステーキまたは脂肪を食べることによって感染するらしいんですよ。他に血まみれの手でポンプまた池から水を飲んだりすることですね。ちょっとこれやばくないですか。多分なんですけど、僕さっき雨宿りしてた時に先ほどのね焼いた人肉を食べたんですよ。多分そのせいでクルにかかったんですよ。だからこいつ頭おかしくなってなんか笑ってるんですよね多分。もしかしたらこれ治らないかもしれないです。まあでもとりあえず今病院着いたんで、うわ早速ゾンビ来やがった、この野郎。でまあとりあえず見つけた、これですね。これを定期的に取れば一応普通だったら症状治るんですよ。でこれがもし効かなかったらこれ多分クルなんですよ。でそしたらやばいな、そしたらちょっとやばいですけど、まあとりあえずこのクルじゃないことを祈ってこの錠剤を定期的に取っていきたいと思います。画面の右下のところに錠剤のマークがつくじゃないですか。これは薬が効いてる状態なんですよ。何分かするとこれ消えるんですよ。でそうするとまたもう一粒取らないといけないんで、それをちょっと繰り返していく感じになりますね。でとりあえずこの辺の木とか切って、もう一回暖炉を作ってしばらく休みたいと思います。暖炉はできたんで休んでいきたいと思います。腹減りと喉の渇き、これ収まらないですね。これもしかしたらこれ来るですね。あーやばいな。まあ、今回はこの辺で終わりたいと思うんですけど、ちょっとね次回ねもし来るだったら方法が一つあるんですよ。なんでそれをちょっとやっていきたいと思います。まあ今回ねこういうちょっと病気になった時の対処法とかについてねちょっとやっていったんですけど、まあね、まさかねこの最悪の事態になるとは思ってなかったんですね。クルがこのデイジーでは
最悪の病気らしいんですよ。もう人肉は食べないでください。焼いても食べないでください。これ一度食べてしまうと人間であることを失ってしまうみたいなんで、これ僕も知らなかったんですよ。これ覚えておいてください。人肉は食べてはいけません。それでは今回の動画面白かったと思った方、よかったらLikeボタンとぜひチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。